はい、どうも、ゴーヤンです。本日はですね、こちらの、ワンピース、トレジャークルーズの方をね、やっていきたいと思うんですけども、俺たちのスゴフェス、2400万人の船長会議第1弾と題しまして、アンケート取ってね、人気が上位だったキャラの確率がアップしてるっていうスゴフェスですね。で、2100万人っていうのは、まあ、ダウンロード数でしょうね。で、それで、その結果に応じたキャラの確率が上がってますよと。まあね、この絵の前にある通り、ティーチ、あれ、ド忘れした。で、ティーチとローと、大将、名前忘れましたけど、の3人が確率上がってますよと。で、もちろん他のね、スゴフェス限定のキャラも出ますが、時間見てもらったら分かる通り、11時55分。本日10月16日の、11時55分なので、あと4分で終わってしまいますね。なので、終わってしまう前に、こちらの、ガチャの、10連ですね。まあ、実質11連。こちらを回していきたいと思います。いきます。いきますよ。ロケット!これはひどい10連やな。めっちゃ銀出る。あ、スクワードは初ゲットみたいでね。おお、クマも初めてですね。力属性。おお、誰や、ブレンハイム。こいつも初ゲットですね。アイスバグは持ってるか。あー、ひどい。これはひどいよ。アイスバグ。これはひどいな。というか、10連は全部金確定っていうのは今回はないんですかね。なんか前10連の時金確定みたいな変えてた気がするんですけどね。なんなんでしょうね。まあ、あと2分あるんで、ちょっともう一回行きたいんですけど、ちょっとね、整理してると間に合わないんで、ちょっと拡張して、うん、ここで、金確定って書いてたら金確定なんでしょうね。今回はそうじゃないってことなんですね。まあ、せっかくなんで、もう10連いきます。あと2分ですね。まあ、ちょっと100連止まりにしときたい。100連じゃねえわ。20連止まりにしときたいと思います。やっぱね、もっとすごいイベントは多分来ると思うんでね、その時用に置いておきたいなと思います。ひどいなぁ。いやぁ、ひどい。めっちゃ銀出るなぁ。10連の意味があんまりない。新しいキャラが出るわけでもなく、これはひどいな。はあ、はあ、ひどい。うわ、ひどいな。これひどいでしょう。こんな20連あります？クマから始まって、1、2、
22体ですけども、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15!22 分の15が銀。これはひどいですよ。こんなひどいこと、あります？いやー、厳しい。これは厳しい。渡りのキャラもいないですしね。C って言うなら、マルコと、ナミ、ぐらいかなーっていう感じですけどね。これはひどいなー。まあ、しょうがないですね。しょうがないです。じゃあね、最後に購入履歴で、古いものから消費されますなんで、さっき見せないとダメでしたね。まあでも課金はしてないですよという証明をここでしておいて、無課金で遊んでますよということで、今回は、20連、まあ実質22連しましたけども、残念でしたよということで、日付が変わって第2弾の方が始まりまして、こちらもね、行きますか。行きましょう。時間あるんでちょっと、強化しますか。ちょっとゾロだけ混ぜといて、おー、来た。オッケー。この12時でね、入れ替わったタイミングで出ると信じて、ラストもう11連いますよ。ゴム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 のロケット。いやー、きつい。全然シークレットキャラも、スゴフェス限定キャラも出えへん。これはひどい。稲妻バリ出るな。お、シリュウ初ゲットか。星5か。うん。敵全体のそれぞれの対象を一定の確率で撃破する？すごいスキルやな。はぁ、あ。あー、一応金やけど。はははは。死竜。まあそうですね、進化前ですよね。はい、ということで、もう出ないですね。30連回して出んかったからちょっときついですね。せめて1体ぐらいスゴフェス限定キャラ欲しかったですけど、残念な結果になりました。もうね、これ以上ちょっと見扱いたくないので、ここまでにしておきたいと思います。第2弾がね、また17日の昼まであるみたいなんでね、この動画見てね、うん、回すのやめとこうって思われたらやめていただいて、いや、関係ないわ。欲しいキャラおるし、引いとこうっていうのがあるんだったら、まあね、チャンスではあるんで、引いてみてもいいとは思います。私は残念な結果でしたということですね。はい、ということで、こちらの動画は少し長くなりましたが、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら、いいねボタンを。
で、また他の動画も見てあげてもいいかなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは。